皆様にご案内いたします。オープニングセレモニーの準備が整いました。第4格納庫内で間もなく実施いたします。会場付近は混雑しておりますので、到来時にはご注意ください。また8時15分より第1航空団所属の T4 のオープニングフライトを実施します。繰り返します。本日はエアフェスタ浜松2017にお越しいただきありがとうございます。会場の皆様にご案内いたします。オープニングセレモニーの準備が整いました。第4格納庫内で間もなく実施いたします。ただいまよりエアフェスタ浜松2017オープニングセレモニーを開催します。E767 について紹介します。 E767 はボーイング767をベースとして警戒管制システムを搭載するなど様々な改造が施された機体で、世界にたった4機しかありません。最大速度は時速800キロ、機内にドラム缶500本分の燃料を搭載し、およそ10時間以上飛ぶことができます。燃料を満タンにすると重量はなんと170トンにもなります。
タッチ&ゴーを終えた E767 は一度タイヤを上げ、海上正面で再び着陸態勢へ移行します。ここで警戒航空隊について紹介します。会場の皆様、地上に展示してある航空機をご覧ください。 E767 とは別に胴体背中にお皿がついている航空機を見つけることができると思います。この航空機は E2C 早期警戒機と言います。我々警戒航空隊はこの E767 と E2C の2つの航空機を使い分けながら日本の警戒監視に努めています。 E767 の垂直尾翼に描かれている動物はシマフクロウです。シマフクロウの発達した目と耳を駆使して闇夜の中で獲物を捉えることができるという特性と E767 が保有する能力が類似していることからシンボルマークとして採用しています。会場右手から E767 が着陸態勢で進入してきます。この後ローアプローチを行い、会場正面にてゴーアラウンドを行います。ゴーアラウンドとは安全な着陸が行えない場合、着陸をやり直すため上昇に移ることを言います。E767 は一度タイヤを上げ、着陸の準備を整えていきます。
のために進入してきます。着陸した後の E767 は逆噴射とブレーキにより減速します。